ジャンシルバンクロード・ババンは、マルティニーク人、サッカー選手。スペインのスポルティングで基本所属。サッカーマルティニーク代表。ポジションは DF。エソンヌ県コルベイユエソンヌに生まれ、LB ・シャトールーのユースで育成され、B チームでデビューを果たした。2007年8月30日、FC ・マルティングに期限付き移籍。移籍期間終了後、シャトールーに戻った。 2008年7月14日、スペイン3部のルセーナ c f に移籍。2010年8月2日、新たに、西軍ダディビシオンに昇格したエリー、アルコルコンに移籍。8月29日、1から1と引き分けたアウェーのアルバセテ・バロンピエ戦で、デビュー。2011年10月22日、ホームで行われたレクレアティーボエルバ戦で、初ゴールを決め2から1の勝利に貢献した。 2011から12シーズンはリーグを4位で終えて昇格プレイオフに進出したものの昇格はできなかった。2014年6月9日4年契約でグラナダ CF に移籍。8月23日に行われたデポルティ・ボラ・コルーニャ・戦でラリーがデビューを果たすと決勝点となるゴールを記録し2から1の勝利に貢献した。2016年8月4日3年契約で スポルティングで基本2位席。フランス出身だが代表では、マルティニーク代表を選択。2013コンカカーフゴールドカップのグループステージ初戦のカナダ戦で初キャップを記録。90分フル出場を果たし、1から0の勝利に貢献した。ありがとうございます。